Water finals, the second match. まずは青ゾーン、チームインドネシア。 In blue zone, team Indonesia. お願いします。赤ゾーン、チームタイ。 In the red zone, team Thailand. 今、相川さん、吉本さん、皆さんに話を聞いてみてください。 青ゾーンのインドネシアです。前日のテストランではあっぱれが決まってましたが、予選ではできず、それが本当に悔しいと言ってました。操縦者が緊張していた。とりあえず落ち着けばなんとかなる。ぜひここではあっぱれを出してください。頑張ってよろしく。こちらは赤ゾーンのタイです。予選ではモンゴルを相手に苦しみながらも、 で勝利し、決勝トーナメント出場です。日本に来てからディスクや環境の違い、そして操縦者の緊張に苦しんだということですね。でもこちらの環境にも慣れてきたということですね。一番はゆっくりと落ち着いて正確にディスクを乗せてあっぱれを達成したいとおっしゃっておりました。頑張ってください。さあ、準々決勝、何でした。 青はチームインドネシア、赤はチームタイです。インドネシアはこれまでまだあっぱれを達成していません。タイは予選であっぱれを達成しています。さあ準備ができました。準々決勝第2試合です。Ready? やっぱり大きめな力があります。どういった戦いになるのか、チームインドネシア VS チームタイです。早速のディスクをしっかりと詰め込んだのは赤のチームタイですが、左側からやっぱり狙っていきます。セットしたところから順に左から順に狙っていくというのがチームタイのスタイルです。一方の青チーム、インドネシアも繰り出しています。真ん中の高いところ、緑のボールに狙いを定めています。ボールを両チームはじきました。そして、インドネシアの一番左のタイ、先制1点を獲得です。 30秒が経過しました。そして、インドネシアボールを取ったのは、その隣のタイも1点入れて、2対1、1点差は変わりません。さあ、右へとスライドして、徐々に徐々にタイが加速を加えていく、確実3点目。やっぱりと近づいています。先ほどはモンゴルを相手2分31秒で、やっぱりを獲得しました。決めました、タイです。現在3対1、さらに一番近いところに4枚目、一番遠いところを今度は狙っています、赤いチームタイです。 少し、おっと、ボールですね。ボール、ボールを少し落とそうと思って狙っていたんですが、リスクが乗りました、乗りました。乗りましたが、ボールが弾けなければダメ、得点にはなりません。赤のチームタイです。19秒が経過しました。現在、得点は逆転しました。インドネシア6対5、1点勝ち越しています。 そして、さらに得点を加えた2点差、インドネシア2点をリード。今折り返して1分30秒経過いたしました。得点は7対5、8点、もう1点加えました。さあ、いよいよあっぱれを両チームする可能性がどんどん近づいております。どうだ、青もう1枚乗せた。9点目。さあ、残すところ赤ですが、 タイムは2分2秒で晴れでした。チームタイのインタビューからお願いします。あっぱれということですが、作戦通りだったんですか？作戦通りなんですけど、ちょっと時間が遅かった。
あの次の試合のへの意気込みっていうものを教えてもらってもいいですか？メシとパイの気分を次の試合もあのもうちょっと早くパッパレしたいと頑張ってください。おめでとうございます。いや本当に惜しい、惜しかった、フェイシーシーリピシア、リピシア、マスティン、スティンヤそうですね、悔しいんですね。さっき惜しかったけどね、そしてその一番左側のディスクも相手になんか落とされた。そうですね。いやでもこれも戦いなんだけど、ただね、もう本当にやっぱりに近いぐらい健闘したと思うの。自分たちもそういう気持ちはありますよね。いや、jadi meskipun kurang gitu ya soalnya, tapi tadi kan dekat banget sama Apare gitu, pasti tadi juga udah ngerasa bisa Apare gitu. Jadi udah ngerasa hampir Apare, tapi ya karena tadi yang disitu itu cuma satu itu masalahnya. Kalau enggak ada terus lagi jalannya. そう、さっきもあっぱれいきそうかなって思ったんだけど、そこが落とされて、そこが悔しいです。そういう気持ちがあるので、この短時間の中でこういう気持ちがある。また来年もあるんでね、頑張ってください。ありがとうございました。